けど3番街なんや。へえ。スパイルデリカの店とかもあるし、これがすごいいろいろありますね。へえ。ごちそう定食。へえ。天ぷら定食で1280円とかで、お得になっとる。ああ、すごい。すごいよ。行列できとるの。この2時半で行列できとるのすごいですね。で、あ、左側通行なんやね。まあ、相当人の中では多いですからね。はあ、すごいわ。和歌山への案内とかも出てますけど、すごい。いろんな。ATM とかもだいぶ違いますね。正常位置あるんや。で、ここで、これ阪急？どっちが改札の外でどっちが改札の中なんかよく分かりませんね。もうこんだけでかいと。ここは、ここも十分でかいあれですけど、これ多分、ここじゃない？ここか？すごいですね。2階中央改札口。こっちの方までずらーっとありますもんね。なんか IC 用のやつなんか新しくなってますね。すごいな。広いな。横幅がほんとすごいな。で、どこまで行ったらいいかな。で、こっから、そう、3方向に分かれていくんですよね。で、阪急は三宮とかあっちの方にも行きますし、で、今回はこっちの京都の、烏丸とかあたりまで出といたらいいか。嵐山線っていう手もあるか。京都河原町までで400円か、安いんだな。面白いですね、ここの淡路なんかもね、ありますしね。淡路は190円なんやな。結構縦横無尽に走ってますからね、千里線とかも。とりあえず京都河原町の方に目指していったらいいでしょう。まあチャージもしたんで、まあこれで、まあ全部まだ時間余裕ありますからね。これ1階には1階でコンコースがあるの？すごいな。でかすぎて、でかい。横幅がすごいな。まあ阪急のイメージはワイドですね。すごいな。なんだこの広い空間は。それはきっとあれなんでしょうね。この下にあの、よりも有名な八面九線というとんでもなくでかいターミナルがあるから、その上下のスペースを使っとるもんで、こんだけ横幅の広い、こんな摩天楼のような空間が広がってるんでしょうね。すごいな。この下が、ここは今1階で、ポパイなんかあるんや。まあ、それはネカフェの一つもあるでしょ。こんだけの繁華街なんですから。これだけの繁華街でネカフェの一つもなかったらね、大阪市長何やっとんやってね、それはね、維新の会にね、隣込みでも行きますよっていう。そんなことしなくても、自然にできますからね。あれじゃあ、ね、商売人の集まる大阪ですからね。さあ。近鉄と共用なのかな。なんか、近鉄っぽい色ですね。そう、西日本、このデザイン多い。なんか最近共用ですよね。昔は、それぞれのね、車の門が入っとったりなんてのもありましたけど、阪急ターミナルビル、阪急17番街、17まであんの？3番街はね、あれでしたけど、どんだけあんの？ああ、何これ。あ、すごい、スマートワークのこんなんできてるんや。東京なんかには入ってるって聞きましたけど、やっぱ大阪もこの辺りはできてきてるんですね。そうそう、中でこうあのテレワークのね、あのデータとか送ったり、あの私もね、多分もうちょっとね、あの YouTube ではちゃんとやってる人たちは
結構あの重宝するらしいですよ。あの高速の Wi-Fi が入ってたりすることもあるんで、それでデータ飛ばしてね、ねあのノートパソコンつないで、ね、データ飛ばしてとかって言って、軽い編集なんかもここでね、ノートパソコン持って歩いてやるようなね、人はね、できますからね。まあ、うちそんなことはしませんけど、あでもここちょっと静かだ。はあ、よし、音がすごいもんな。はあこっから、まあ、1階で、すごいな。着物友禅さん入ってんだ、ここ。へぇ。実は友禅さん、あの、昔はね、配達に行ってましてね、そう。うん。あの、普通正月はほとんどなくなるんですけど、これが正月前後がね、すごく忙しくなったりね、あの、そう、あの時期とか大変でしたよ、あの、成人式ね。すごかったですね。そう。四日市の店舗がそう、昔がね、諏訪町にあったんですけどね、今はどこだったっけ、着物友禅さん。宇野森だっけな。宇野森じゃなくて、安島だ。安島の方にね、移転したんですよね。あの、駅西の方にね。そう。なんでこんなとこまで来て、四日市のそんな細かい話を。普段はね、着物 の着た人いないんですけどね、そういったやっぱし、あの、晴れ事があるような時は、あの、店員さんも皆さんね、あの、着物着てはりましてね、はんなりした言葉で、まあ、京都のね、友禅さんって言ったら京都のところですかね、そう、なんですけど、まあ、普通に要は、あの、店前にどんと構えて着物屋さんやってるんじゃなくて、まあ、どちらかというと、こういった紹介でね、行くようなところで。多分お値段も相当するんじゃないかなとは思いますけど、まあ何でもありますね。当たり前ですけど阪急、これだって阪急参拝がこの辺りって言ったら世界でも屈指の繁華街ですからね。でこの奥はいろいろあるな、何でもあるわ、すごいわ、本当何でもあるわ。ここはちょっと食べ物屋さんがいっぱい。千葉か。あ、食べ物屋さんでもなかった。何だから。金団子さん。へえ、あんまり落としたらあかんの。へえ。百円札が4万円ですよ。すごいな。すごいな。コイン、小銭とかもやってんだ。記念硬貨とかね、記念硬貨はね、意外と配達が大変だったなって思い出があります。あ、大変っていうかね、うわーっと届くんですよね、造幣局から。あれ、あの、やっぱし、役所関係なんで U パック使うんですよね。阪急電車、茶屋町口改札口。こっちはこっちで改札口があるんや。あまりこういう人の子らさそうな私は好きですからね。本当に？びっくりするぐらいそうなんや。なんだこれ。やっぱ名古屋とかでもそうですか。一本筋外すとなんかすっごい謎な通路ありますね。でもこれ改札口ってなってるもんな。あ、こっちにもいっぱいある。なんか、あ、こっちにも改札口がある。で下降りたら高速バスと阪急バスの三角関係があるわけや。へえ。3時あと4時間ちょいありますからね。まあまだまだ見れますよ。こっちのさ、もう11時間残ってますからね。あ、いける。向こうの方がやっぱりメインな感じですよね。でもこっちはこっちで。かけうどん250円、安い。
ここは若菜そば、そば屋さん250円、かけそば天かす無料サービスやとらしい。あー、火薬ご飯です。これ麦飯っぽいな。これ美味しそうや。よし、ちょっといただいておきましょうか。